最初にちょっとだけご挨拶させていただきます。私が今、副都心黒崎開発推進会議というのが、グループがありまして、それの会長をさせていただいております。山口です。よろしくお願いいたします。今日の企画はですね、これ推進会議ってもう30年経つんですけども、30年経って、お契機に活動の見直しを、本当にこの活動で良かったのかっていうのを少しやってみたいなというようなことがありまして、その中で昨年からですね、テーマとして掲げているのが、にぎわいから営みへの活動っていうのをこうちょっと目を向けてみたいなというふうに思っています。さっき乾杯イベントがね、7時6分にやったと思うんですけども、乾杯イベントもいいんですが、なんかお酒を飲んだ後の翌日とかですね、祭りの後とかいうふうに、そのなんかこう、イベントとかの高揚感とか幸福感が持続しないことって結構あるんじゃないかなというふうに思います。それって何かなっていうふうに考えた時にですね、非日常から日常に戻った時に、生活の中に潜んでいる不安とか課題とかいうのがこう現実のものとして横たわってくるっていうことがあるんじゃないかなというふうに考えました。で、いわゆるイベントでなくて、日常の中のやっぱりこう課題を解決していかないことには、やっぱりその幸福とか不安を取り除くとかいうところにたどり着かないのではないかなというふうに思います。こういう時代なので、誰もが不安とか課題を抱えながら生活をしている時代ではないのかなというような感じがしています。そこで、この日常の課題に向き合っている皆さんに、プレゼンをしていただいてですね、できるだけ応援団を増やしていきたいというのが一つの、目論みです。それともう一つはですね、課題は今日は20組以上の方がプレゼンしていただくんですけども、多分社会課題の課題は違うんだけども、向き合っていて、立ちはだかる壁みたいなところで、越えにくいものっていうのは同じもので通奏低音のようにあるんではないかなというような感じがしています。で、今日もたまたま20何組で時間も交流の時間もなかなか取れないんですけども、ここで話してプレゼンしていただいた中で、自分の課題に引き寄せて考えたときに、こういうことよねみたいなところが気づいていただければ、それはそれですごい成果になるのかなというふうに思っています。で、改めてまた、この話をした人でつないでほしいということがあれば、副都心の事務局までご連絡いただければおつなぎしますし、これがなんかこう社会課題を解決するためのプラットフォームの端緒になればいいかなということで、まずやってみようということで今日初めて開催するというふうに至りました。で、なかなかこう運営もオペレーションもうまくいかないかもしれませんけども、皆さんたちの課題に向き合う真摯な姿みたいなものをですね、この会場の中で投影していければいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それではまず最初にですね、基調講演として、寺下龍馬さんにですね、社会課題とは何かということについて少しお話をしていただいて、皆さんにプレゼンをしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと。それから、プレゼンする方の次の方とか次の次の方、2組目ぐらいまではですね、次ここの店に来て、できるだけコネクト時間を短縮したいのでお願いしたいと思います。で、プレゼンの順番は入り口でお渡しした、資料の中の順番通りで行いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。携帯はマナーモードでお願いしますということです、ということで、基調講演ということでですね、寺下さんにお話ししていただきたいと思います。寺下さん、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。皆さんどうもこんばんは。今日はですね、私が、基調講演となんかすごい堅苦しく言われてますけど、実際は普通にざっくばらんにですね、社会課題とは何かというマクロ的なお話をしたいと思ってます。で、私は黒崎町中大学っていうですね、コミュニティを10年以上、やってきまして、大体自分の得たい成果っていうのが出ましてですね、研究、その研究報告も兼ねてですね、皆さんにお伝えしたい。で、これ本邦初公開です。
で、詳しいね、研究内容とか研究結果とかはですね、しかるべき人たちとかにですね、提出したり、あるいは論文書いたりとかですね、あるいはそれをぜひぜひ知りたいという方にお伝えしていこうとは思ってるんですが、まあ皆さんにはですね、今回社会課題に日々取り組まれているということですので、まあ、そちらについてですね、お話をさせていただこうというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。まず私の自己紹介ですが、私をご存じ上げない方も多数いらっしゃると思いますので、私は簡単に言うと、黒崎に、地元がある人間で、いろいろ働いて帰ってきたんですが、簡単に言うと日本をいかに経営され今後経営されるべきかということを研究してですね、帰ってきたというふうに思っていただければと思います。まあ、これ、自己紹介してると時間なくなるので次行きますね。はい、まず黒崎町中大学とは何ぞやということをちょっと説明したいんですけれども、黒崎町中大学というのはですね、チャレンジャーのためのコミュニティということで、やってきました。で、これのですね、目標なんですが、約2011年に始まったんですけれども、これの目標というのはまず一つ、チャレンジすることを国民世論とするための広告ツールとして、設定しました。で当時、2011年に作ったんですが、皆さん2011年の状況覚えてます？覚えてないですかね。流行語の中にですね、こういうのが我々ちょうど私がまだ20代だったんですけど、私が20代の時のネットスラングで働いたら負けかなと思っているっていうのが流行った時代ですね。それとかちょっと前にはですね、とある国会議員の方がですね、2番じゃダメなんですかという名言を吐かれた、そういう時代でありまして、社会風潮的にですね、チャレンジすることというのは無駄なことなんだみたいなですね、そういった風潮がすごく広がっていた、そういった時代で、それをしかもね、国民が熱狂的に支持するという時代で、私はすごい危機感を、募らせていたので、なんとかこれをひっくり返してやろうというふうにちょっと思ったところがありました。で、あとですね、チャレンジするリスクを低減する助け合いのコミュニティです。そういった現状ですので、なかなかそのリスクがでかいよねっていう方が先に立ってしまうので、なかなかみんなチャレンジを追わなくなっていく現実の中、それをひっくり返すには、このリスクを低減していく助け合えるようなコミュニティが必要だと思ったので、それで、コミュニティを作ろうというふうに考えたんですね。で、あとこれが私の中の一番の研究、一番の目的だったんですけれども、日本社会の最後の謎を解き明かすための社会実験ツールとして考えたというのがありまして、私は国の経営の、研究とかしてましたから、国の施策とは何ぞや、こういうふうな政策をしたらうまくいくんじゃないかみたいなことをやって設計したりとかしてたんですけれども、なかなかですね、末端の方の施策を設計して施策をですね、展開してもですね、うまくいかないということがすごい多発していて、それの謎解きをしたいというのもあってですね、それで、こういった団体を立ち上げたということになります。で、これはちょっと計算上でですね、この計算式出して皆さんにお伝えしたいのも山々なんですが、それをやるとおそらく大学講義のですね、2年分ぐらいになってしまうので、それはもし知りたい方はお金払って私に講義をご依頼いただければ、バンバン数字のお話から全部展開しますので、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、このまま普通に数字上いくとですね、2025年から2029年で結構日本がですね、危ない、というふうに思ってまして、かなりですね、増税をしなければいけない状況になり、でそしてですね、皆さんが働いても働いても全然稼げないというですね、で社会課題がどんどん広がっていくっていった、そういった状況がになることは大体分かっていまして、で、もうすぐ来るんですけれども、そういったものがあったので、その前になんとか対応できるような体制を作りたいという、そういった裏の目標がありました。で、じゃあなぜ黒崎でしようかということだったんですけど、黒崎でするためには、このコミュニティを作るためにはですね、必要十分条件が必要になります。その中の必要条件がこっちに書いてある3点ですね。で、3番目の地政学的な要衝でっていうのは、ここは関門海峡の南側になります。で、関門海峡がですね、実は世界的にはですね、20本の海で入るほどの地政学的な要衝に位置するんですが、こちらの地政学についてですね、なぜ20本の海に入るのかということを知りたい方はですね、大学講義1期分になります。大体13回講義ぐらいで、説明しますので、ぜひそれも有料で私に、ご委託いただければ全然ご説明させていただきます。で、あと十分条件ですね。これは分かりやすいですね。私の地元ですんで、馴染みやすい地域性で。で、あと費用対効果が担保できることっていうのも重要でした。というのもですね、こういった社会実験をしたいと言って国に申請してもですね、全然誰も金くれないわけですよ。そりゃそうですね、リスクが怖いと。チャレンジするなという状況ですから、誰もくれないので、自分の金で何とかしないといけない。
ていうところがあってですね、まあ、そうなるともうどうしてもあの私の範囲でできるところじゃないとできないというのがありましたということです。でまあそういった感じでですね、こういうことですね、まあ要衝だしみたいな、都心でもない、これもまた結構重要で、県庁所在地でもないから結構好き勝手できるだろうということもあってですね、で私の地元で実家もあるんで、まあ、これはいけるなみたいな感じで、始めたって感じですね。で、これがですね、私の、仮説です。最後の謎に挑む上での仮説なんですが、これはですね、チャレンジ精神の欠如社会そのものが、いろんな国の施策をですね、失敗に導いてるんじゃないかというのが私の中にあってですね。で、なので、チャレンジ精神をですね、市場とするような、社会価値を生み出すことによってですね、日本社会は、2025年から2029年の危機に対応できるような、そういった強い社会に立ち戻るんではないかと。いうそういった仮説が私の中にあって、まあ、これを実証していかなきゃいけない、まあ、そのためには10年ぐらい、まあ、かかるだろうと思ってですね、まあ、やってきましたということですね。でこれをだからまあ10年かかる、2021年頃までに達成したいと思ってですねやってきました。で今2023年なんですけども、ちょっとコロナがありましてですね、本当は2021年のおととし解散するつもりだったんですけど、ちょっとねコロナがあったんで今ちょっとモラトリアムで今も続けてます。まあ、来年ぐらいかな解散したいなと思ってます。はい。で、チャレンジ社会の定義ですね、こちらはちょっと私のチャレンジ社会っていうのを知ってもらいたいがために今ちょっと読み上げますけれども、将来に対して楽観的で日々の、地道な努力が肯定され、目先の成果にとらわれずに長期的な視点で事をなすことを是とし、それを暗黙の前提として皆が行動する社会的な精神性のことを言います。だから例えば背金主義でないですね、金が欲しい金が欲しい何もせんで簡単に儲かりたいとかそんなことではない、あとリスクが怖いリスクが怖いそういうことでもなくて、あと先ほど山口さんがおっしゃいましたけれども、バーンと盛り上がったねだけで終わらせないとかですね、まあ、そういったことですね。じゃあ日本社会の課題の根幹とは何なのかということなんですけど、まず国の話から言うとですね、国は今、まあ、今もそうなんですけども PB 黒字化って言って、これはまあ要はですね、借金が多すぎるから借金減らそうよ、で予算をですね、なんとかその黒字に持っていこうみたいなことをですね言うわけですね。でこれは元ネタは何かというとですね、施策がうまくいかないんで投資を回避してですね、国民の中だけで何とかしよう、でそしてそこから上がった利材をですね、増税によって、巻き上げようというですね、そういった国がまずそもそもリスクを負わない、負いたくない、そういった発想になっていったということですね。でそれから今度法人ですね、株式会社とかそうなんですけど、黒字経営っていうのを強く意識するようになりました。で貸剥がしというのがですね、実は1990年代にあったんですけれども、これによってですね、いつ貸剥がしにあるか分かんないから、とりあえず黒字を確保しないといけない、でなので人材投資、技術投資、設備投資のリスクに対して非常に慎重です。こんなことやりたい、まあ、例えばですね、大きな都市を作るというので新しい技術を導入しましょうと若手のですね、ディベロッパーの社員が強く訴えたとしても、先輩からお前それ本当に回収できるんかと言われちゃうっていうですね、まあ、そういったことが日常茶飯事になってしまったというね、それから個人の消費意欲も低下傾向になりました。で給与水準がですね低下していきまして、それによって度重なる増税がなるとですね、ローンが組めないですね、ローンが組めないと住宅買えない、自動車買えない、自動車 のレベルも落とさなきゃいけない、前々では一般車買えたのにもう今は軽自動車しか買えませんとかですね、まあ、そういう風になっていって、どん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 ですね、需要がしぼんでいくと、まあ、これがですねずっとじゅんぐりじゅんぐりしていくわけですね。でこの短期的な視点のみを追求する風潮がそれによって醸成されますし、リスクを回避するような風潮ですね、それから本当の切磋琢磨ですね、そういったものをもう回避していったらいいからみたいなですね、そういった話になってしまう。でこれがチャレンジ精神の欠如が蔓延する状態になりまして、でそれによってですね、相互信頼が希薄化し、まあ、社会が壊れていくと、国が滅びていくと。でこの相互信頼というのは、まあ、共にリスクを取る、あるいは切磋琢磨でする中でですね、こいつは信用できるっていうのが出てくると思いますんで、まあ、そういったものをそもそもしないのであれば、本当の意味の相互信頼っていうのは失われてしまう。でそうするともう隣の人が信用できないとかなってくるとですね、やっぱりなかなか社会うまくいかないので、どんどん国は厳しくなっていく、まあ、そういったことですね。でまあこれをですね、これは私の造語なんですけど、デフレーションシンドローム名付けてます。これは昔の畑山総理がですね、議員だった時代の言葉を借りればデフレスパイラルって言うんですけれども、まあ、これはなぜかデフレから抜け出せない経済現象です。で大体繁栄国家が最後滅亡するときに起こる現象ですね、
最後デフレーションシンドローム、普通デフレが起こったらすぐインフレになるんですけども、デフレがずっと長期間続いてしまうという、まあ、そういった現象になっていて、今まさにそれが社会課題の本質だと私は思っています。で、そんな中でですね、なぜ北九州市で、先ほど黒崎で始めたのはいろいろと挙げましたけれども、先進都市なんですね、北九州市は。で、それについてご説明をします。で、こちらのグラフですね、上のグラフなんですが、上のグラフのですね、右側の方、すごいすっきりねけていますね。で、そしてなんか、赤い、横線の下回ってき始めてみたいな、そういったグラフになってるんですけど、この赤線がですね、日本人の一人当たりの GDP です。だから、一人当たり日本人が稼いでいた GDP がどのくらいか。で、それに対して北九州市の一人当たりの GDP ですね。だから北九州人がどれだけ稼いでいたかっていうことの表れなんですが、これ見ると面白いのがですね、明治の34年からですね、昭和の36年ぐらいまで。すごいでしょ？日本人の何倍稼いでるよと。平均的な日本人の何倍北九州人稼いでるよっていうぐらいめっちゃ稼いでたんですね。で、これが北九州の全盛期にあたります。で、その後ですね、昭和の36年ぐらいからガーンと落ちて、38年ぐらいから下回り始めてですね。で、ちょっと下のグラフに行くんですけど、大体平均的なところ上を行ったり下を行ったりしてますが、まあ昭和の末ぐらいにちょっと上に戻るんですけども、その後また下に回っていって、今も下回っていると。だからよく言いますよね、北九州市民は稼げない。稼げないから出ていく。まあ統計上はやっぱりそうなってるわけですね。でも昔はすごかったわけですよ。でものすごい都市だったということが、分かるわけですね。まあ、ちなみにその昭和38年というのは北九州市ができた頃です。だからまあ逆に言うと稼げなくなったんで、五市が稼げなくなったから北九州市ができたというふうにこのグラフから言えるのかなと思います。で、これはですね面白い話で、人口とかはまあ皆さんよく詳しいと思いますけれども、実はこの経済的な話から言ってもですね、北九州というのは日本の成長と衰退をですね常にリードし続ける地域です。大体これもちょっと計算式すると、まあ、めんどくさいんですけど、結論だけ申し上げるとですね、日本の15年先を言ってます。で、そして、皆さんが大好きか大嫌いか分かりませんが、福岡市の30年先を言ってるっていうのが北九州市の現状です。だからですね、福岡市ってわーいけてるわーと思っているのは北九州市の30年前を見てると思ってください。で、北九州市の30年前で何があったか知ってます？分かんないか？分かるけど、あれですね。30年前で実は小倉総合ができたんですね。はい、大体時期なんですけども、つまり小倉駅の前とかを大開発していた時期ですね。で、その前後ぐらいでですね、小倉駅の今北口にあります、まあ、いったところの KMM だとか、ラフォーレ原宿とかですね、それとか、リーガーロイヤルホテルですね、まあ、そういったのを一大開発をしてるんですね。30年前に北九州市。で、今、福岡市何してますかね？天神ビッグバン。まあ一緒なんですね。結局やってることはただ30年遅れで、北九州市の後福岡市がやってるだけ。で、福岡市がいけてるのはただ遅れてるから、衰退が遅れてるからいけてるように感じているだけというふうに思っていただければと思います。で、そんな感じですんで、社会課題とか社会風潮、それから課題対策も常に先行してます。なので北九州市でですね、成功したことは日本の先行事例になり得るっていうことです。まあ、こういうことですね。なので北九州で何かを出すということはですね、実は北九州の目の前にいる人たちに何かを作用するだけではなくて、実は日本全土に莫大な影響力を与えることができるということがここから言えるわけです。で、またですね、こちらがですね、北九州市政の紆余曲折なんですけれども、こちら旧五市合併した後ちょっと一回回復するんですね。で、回復した時期は何してたかというとですね、市が、五市がですね、協力し、旧五市の資産を集めまして、大規模投資をしていたんですね。で、大規模投資をしていた時にはガーッと回復していたんですが、ところがです、ここで大事件が起こります。新日鉄がですね、本社を本格的に東京に一本化する。で、そして、国鉄民営化のせいで、門鉄という、今の JR 九州と JR 貨物なんですが、これが解体されるという。事態になりまして、これ北九州のダブルショックなんですけども、このせいでですね、下請け企業まで全部いなくなったのでガーンと落ちてしまいます。まあこういうことになって、でその後の末吉市長すごく頑張ったんですが、やはりちょっとその分予算を削っていってやろうとした結果ですね、市の市政の状況はどんどんやっぱり悪化してしまうという現実になってしまう。その後北橋さんはですね、特に何もしなかったんで、何もしなければむしろ横ばいみたいな、
まあ、状況になったというふうに言えると思います。で、なのでまあ簡単に言うと北九州市は日本全土よりもですね10年早く、まあ、バブル崩壊を経験し、その後40年間の緊縮姿勢がですね、あのデフレシンドロームをずっと生み出してしまった。まあ、まさにコムシティとかメイト、まあ、メイトは今西区役所さんが入りました、コムシティは西区役所さんが入りましたけど、代わりにメイトがね今度はバーンと崩壊してますんで、まあそういったのはまさに象徴的な建物だと思っていただいていいかなと思います。まあなので北九州市で社会課題に挑む方々というのは、あなた方は全てこの国の未来を救う可能性を秘めた方々です。目先の成果にとらわれず課題に対して真摯に挑んでいただきたいということです。で、まあ、町中大学っていうのはですね、まあ、いろんなこういう写真に写ったような活動をしまして、約10年間ですね、まあ、いろんな方が、まあ、ここにいらっしゃる方もね、参加してくださった方いらっしゃると思います。どうもありがとうございました。またそれによっていろいろチャレンジする心をね、そこで養っていただけたら幸いです。で、まあ、そんな町中大学の成果なんですけども、まあ、いろいろありまして、まあ、概ねそのチャレンジしようっていう世論の醸成には成功したかなと。これ結構皆さん最近チャレンジしようチャレンジしようと広告とか含めてかなり聞いてると思いますけれども、これは本当に10年以上前はチャレンジしようとほとんど誰も言ってなかったんですね。で、まあ、これも北九州で何かをですねそういったムーブメントを起こすと必ずそういった世論が醸成されるということを実証できたという一つのものなので、皆さんもぜひですねこういったことを流行らせたいと思うのであれば北九州からやっていくっていうのはすごい重要なことだというふうに考えていただければと思います。で、あと、まあ、大小数百のチャレンジャーを生み出せたかなと思いますし、あと、まあ、最後の謎ですね。仮説、私の仮説っていうのは非常に正しかったということが、はっきりしたので、まあ、それは私にとっては最大の成果でした。で、ただですね、失敗した点、これが一番重要な点なんですけれども、それは失敗してます。で、優秀なチャレンジャーさんに限ってですね、なんか北九州地域に全員じゃないんですが、残らないんですね。実は、まあ、社会環境の地域普遍化に失敗したということ、チャレンジする環境にまだ北九州市が本当に北九州のこの地域がないわけなんですね。なのでこれを何とかしたいというふうに思います。で、そしてですねチャレンジという言葉が流行ってしまったがゆえにですねちょっと懸念もあってですね、チャレンジという言葉が独り歩きしている面もあります。で、結局まあチャレンジすりゃいいみたいなんですね。そういった人たちもたくさん出てきてしまって、チャレンジって言えばいいみたいな、実際は短期的な成果ばかりを求めてるくせに、まあ結構チャレンジだとか言って、その場その場のチャレンジに行動するような人たちもすごい、まあこれは別に北九州に限った話じゃないんですけど、増えてるなと。で、こういう人たちはですね、いわゆるそのリスクを共有した場合にそれぞれの役割を全うするとかですね、切磋琢磨する場合は相手の役割を阻害しないとかですね、まあこうした最低限のことができないわけなんですね。で、そうすると相互信頼を生んだり社会を正常化させることなどできませんし、ますますデフレが推進してしまうので、こういうのを何とかしたいというのが、まあ、私の中では今のところあります。まあ、窮屈なチャレンジを語る人たちにはぜひ気をつけてくださいということですね。で、チャレンジしていくにはそれ相応の準備とパフォーマンスが必要ですし、近年はそれを無視した体現相場のチャレンジ語りが幅を利かせていますけれども、短期的な成果に目を奪われずにしっかりと積み上げていく先に初めて正当なチャレンジが可能となりますので、ぜひその点をですねしっかりと考えていただいて、まあ今授業されている皆さんはですねそれの点は大丈夫だと思いますけれども、まあそういった方に引っかからないように、まあ、気をつけていただければなというふうに思っています。はい、まあこれは、はい、今の状況ですね。デフレシンドロームだと、まあ、これだとこれも説明するとすごい大変なんで説明省きますけど、我々のところにですね、お金 がですね、我々のところにあったお金が政府の方に吸われている状況ですね。これがデフレシンドロームっていうんですけど、まあ、これを私はですね変えていきたいわけですよ、こういうふうに。で、そうすると政府の方というか、まあ、要するに架空の世界にあるお金を、まあ、我々の実態に持ってくる、こういう流れができればですね、かなりいい感じになるかなと思います。で、なので、全体をまとめていきますとですね、まずはですね重要な点としては自身の役割、義務を全うする上で果敢にチャレンジしてほしいですし、まあ、必要ならですね借り入れは積極的に行ってほしいですし、あと国からのですね行政資金もですねもうとにかくバンバン取ってくださいということです。で、もしメニューがないなら政治家とかですね議員さんとか、まあ、あとは市役所の職員使ってですね、まあ、ガンガン取っていただければと思いますのでよろしくお願いします。で、今回最後ですね、訴えたいこと
ことは最後これです。まあせっかくこうやって集まっていただいてますんで、まともにリスクを負える仲間、切磋琢磨できるライバルを見つけてほしいですし、そして臆せずチャレンジし、相互信頼を醸成していただきたいと思います。で、社会に働きかけられるパフォーマンスを増やしてほしいですし、業種を超えた中、世代を超えた中で、そういったですね、関係性を築いていただければ、今日の会が有意義なものになると思いますので、ぜひ皆さん、その点よろしくお願いいたします。以上で終わります。どうもありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。マクロの視点でね、少しこれからの、まあ、チャレンジするっていう社会をどう作っていくかみたいな話をしていただきましたが、短期的な成果を求めすぎるよね、最近ね。まあ、街づくりって50年、100年先を見据えたところでしか多分、できないんだろうなと思いますので、まあ、そういう意味ではですね、これからプレゼンしてもらう皆さんたちはそれを担っているということになるのかなというふうに思います。それでは